アメリカはですね、この秘密を指定するときにちゃんと文章でこれが漏れた場合どれぐらいの損害が出てくるかってことをちゃんと書かなきゃいけないんですよ。でも日本の場合はこれ危険だと思ったとか思っただけで OK なんですよ。だからこんなもの法律とは言えないですよね。そうだ、みんな知ってるんです。マスコミの皆さん、僕たちはもう知ってるんです。遅いんですよ。僕たちはもう知ってて、で今朝テレビを見て、ああやっぱりそうかっていう、テレビでたまに取り上げてくれてもそんな感じなんです。マスコミの皆さん聞いてますか、僕たちは知ってるんです。その今響いている一番でっかい足音、でっかい足音に対抗するのは我々の反対の声です。反対の声です。ジェブレイクまずはその公開するルールがないっていうのが一つ。だから政府が隠そうと思えばいつまでも隠すことができるし、途中で廃棄してしまえば何が秘密だったのかもわからないっていうところですよね。でもう一つはやっぱりこの秘密を探ろうとしたものも同じように厳罰が下されて懲役10年という。でそれっていうのは我々は例えば TPP のことをずっと追及してきたんですけども、政府は入る入らないみたいなこと言ってるけど、あ、入るんです、どう考えちゃって、だって法案に、安全保障に関する外国政府とのやり取りって書いてあるんだから、まさにTPP は含まれるんですね。でそこの中身をとにかく聞き出せば、そしてみんなに公開すれば、あ、TPP の中身はこんなにひどいんだということで、おそらく頓挫するだろうという目論みで動いてきたんですけども、結局あれに特定秘密にかけられてしまうともう知ることができない。で結局入った後何年か経ってから、あ、こんななってたのかっていう、4年後なんですけど、それを見て愕然としてももう遅いってことですよね。とにかくその情報というのは早くなって意味がないし、もう決まった後にこんななってましたって言われてもどうしようもできないですよね。だからまずそれですね。どういう内容になっていくかがわからないところが一番怖いですかね。いろんな立場の方たちがいらっしゃるんですけど、もっとねその方たちも怒ってほしいと思うんですよ。政府にね、もっと怒ってほしい。日本の一般の街に行く人たち見てても本当にもっと気づいて怒ってほしいと思うね。おとなしいこと、何も言わないで、もうお願い政治で、それが美徳、困った時も自分から声を上げないのが美徳だって日本人は、その日本人の美徳だなんて言われてますけれど、それはもう悪徳だと思いますね。本当に真実を見つめて声を上げていかないといけないと思います。そう上げてほしいなと思いますね。